ライブで京都に来てます。じゃん、鴨川です。鴨いないね。あっちの方に先鴨いたんですけどね。で、後ろに見えるのが四条大橋です。ちょっと遠いですね。で、今からちょっと時間あるので京都観光に行こうと思います。どこかおすすめのとことかありますか？お、鈴木来た。佐藤さんいらっしゃいませ。そこ、俺の場所やねんけど。あ、すいません。あの、何かのパフォーマンスですか？おい、何してんねん。勝手に撮んねん。え？写真撮ったやろ。いや、でも消せ、今すぐ。ちょ、見せもんちゃうねん。お前らに見てもらいたくてやってんのとちゃうわ。おはようございます。遥が来るまでちょっと待ってね。竹地くん寝てるから静かに。はい。あ、来た。遅くなっちゃった。今何時か分かってる。時間守れっていつも言ってんじゃん。ほんとごめんって。これお土産。はい、りくちゃんにも。どこも行ってないでしょ。ありがとう。揃った。あ、とりあえず先にチェックインだけでも済ましちゃおっか。今回はみんな個室だよ。マジ？マジ。やったー。やった。個室、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 個室。
確かにそうですけど、それはあんまりですって。いやでも、それじゃあ準備できたらお願いします。はい、お願いします。はい、すぐ出ます。準備いいね。はい、じゃあまずは精一杯楽しんで。はい、はいはい、ミク、周りから見たら私らの価値なんてそんなもんってことなんでしょ。だったら頑張って売れるしかないじゃん。行く前にやることあるでしょ。どうした？すいません、大丈夫です。いいよ甘やかさなくて。頑張ろうって言ったじゃん、いつも笑顔でいようって。ミク聞いてる？あ、はい。私らだってもっと頑張れば。もしもし。風邪ひいちゃってライブ出れなくなっちゃった。せっかく京都まで来たのにね。何やってるんだろう私。なんかもう分かんないねえ、どうしたらいいんだろう。ごめん、切るね。北は比叡山から南は稲荷山まで続く36の峰々、その一つ音羽山の緑の中に浮かぶように立つ清水寺。この寺は今からおよそ1200年前に坂の上の田村丸によって建てられました。昔よう言ったん覚えてる。また行きたいな。ただいま。なんや、おるんやったら返事ぐらいしいや。お母ちゃん、具合どうや？夕方からちょっと出ていくし、おかん頼むで。あんた、ええ加減にしいや。何が？お母ちゃんこんな状態やのに、いつまでもフラフラと。お父ちゃんおったらなんて言われるか。俺かってやりたくてやってるわけちゃう。ほんならやめたらええやないの。ほんなら俺はこの先ずっと生きてんのか死んでんのか分からん。おかんの面倒見なあかんのか。誰もそんなこと言うてないやないの。ちゃんと仕事して。おかんはどうすんねん。姉ちゃんが俺の代わりに面倒見てくれるんか。せやから介護施設に入れてあげたらええやないの。お母ちゃんかてその方が。あんなもんふばすてやまと何も変わらんわ。ほんならあんた、お母ちゃんが、お母ちゃんがおらんようになったらどないすんの？
いや、ちょっと待ってください。もう決定ですか？そうですか、わかりました。電話、何だった？次のアルバム、制作中止になったって。え？なんで？どうせ頑張ったって、どうにもなんないじゃん。寝ない？うん。ほっとけって、どうせ明日帰るだけなんだし。でも心配じゃない？
なんやねんお前。どうしてこんなこと続けてるんですか？理由はあった気がする。帰り。俺ももう帰る。明日もいますか？どうやろな。おるかもな。もしかしたらやけど。じゃあまた明日。明日。